カメラ回りました。皆さんこんにちは、堀米です。お久しぶりですね、だいぶカメラ回すのは。というのも、僕前まで寮に住んでて、新居に引っ越してから、結構数ヶ月も経ってるんですけど、なかなか動画を撮ってなくてですね。その理由としては全然 YouTube が面倒くさくなったとか、そういうわけではなくて、引っ越しもあったり、家具もまだ揃ってなかったので、そういうのが一旦落ち着いてから動画を回そうっていうふうに決めてて、あんまりビデオ回ししてませんでした。なので YouTube は一旦休止してました。休止しますっていう動画を撮ってなかったので、結構僕の YouTube いつも普段から楽しみにしてくださってる皆さんには、あれどうしたんだろうみたいな感じで思わせてしまったかもしれませんが、僕は元気に過ごしてますので、はい、大丈夫です。いつもありがとうございます。ということで、今日はですね、休みの日なので久しぶりに動画を撮ろうかなと思ってます。ちょうどお昼ぐらいの時間なので、お昼ご飯を作っていこうかなと思います。鶏肉のトマト缶煮みたいな感じと、あとは うどんですね、作っていきたいなと思います。今日のお昼の材料はまずこれね、はい、オーガニックトマト、鶏肉、これうどん、切ってある野菜ですね。これも使っていきます。一口サイズ、皮は使いません。あんまりトマト缶とか使ったことないんですけど、この前ツイッターで鶏肉の、なんか美味しい食べ方ありますかみたいなツイッターで募集したら、NTT コムの金正慶さんがコメントしてくれて、トマト缶おすすめだよみたいな教えてくれたので、なので今日はそれをやっていこうかなと思います。はい、じゃあ油を引いていきます。本当はニンニク一かけらとかあったらよかったんですけど、ないのでニンニクチューブで、これ、こんぐらいだな、多分大体。はい、そしたらこの鶏肉を入れていきます。肉を今焼いてるので、その間にうどんを同時にやっていきたいと思います。よし、じゃあ野菜入れていくか。追加、ちょっと胡椒もね、もうちょい入れるか。この今日はこの幅広のね、うどんを使っていこうかなと。はい、これぐらいか。コンソメ入れて味を整えていきます。作り方はね、合ってるかどうかはちょっと分かりませんが、大丈夫でしょう。はい、今日うどんに使うのはこのだし。よし、うまっ、これやば。よし、じゃあうどんはこれに盛り付けるか。いただきます。絶対うまいでしょこれ。うまいな。麺はね、僕こういう形のね、結構うどんが好きなんですよ。
うまっ。一応ちゃんと考えられてますよ。このうどんにはしっかり炭水化物も入ってるし、あの、まあ、野菜もたくさん入ってるし、人参とか、まあ、いろんな野菜入ってて、でこっちの鶏肉もね、こっちではタンパク質もしっかり取れる。うん、あ、うまい。やばい、めっちゃ上手にできた。で水菜はちょっと余ってたんで、そう言ってみました。うん、自炊するときはこういうなんか簡単なものしか作ってないかな。まあ、シーズンオフなんかはよく市場とか行ってね、魚とか買ったり、まあ、魚介買ってね、自分でさばいて結構大掛かりな料理とかするんですけど、まあ、こういうね、まあ、シーズン入ってる時とかは簡単な料理しか、まあ、やってないかな。うん、このトマト缶めっちゃおすすめだな。なんかね、鶏肉もすごいなんか柔らかくなるし美味しい。関東に住んでる人はね、この関西だしのうどんの味っていうのはね、多分あんまり知らないと思うんですけど、マジで美味しいので食べてみてほしい。しっかり味ついてるんですけど優しいんですよね。うまい。この動画をアップしてるってことは、多分しっかりと試合に出場してるっていうことなので、はい、まあいいことですね。まあ、試合に出るまでは YouTube の動画をアップしないっていうふうに、まあ、自分の中で決めてやってたので、まあ、僕の本業はラグビーなので、そっちのラグビーでまず結果を、まあ、しっかりとね出したいっていう気持ちが今年強かったので、まあ、別に YouTube やってるからとかそういうの別に関係ないと思うんですけど、まあ、結構、まあ、ラグビー選手に限らず、まあ、プロスポーツ選手とかってその競技をやってない時間って結構たくさんあるじゃないですか。でその時間も、まあ、もちろんね、まあ、ラグビーに使ってる時間もあるんですけど、まあ、全部使ってるわけじゃないというか、まあ、暇な時間もあるわけで、やっぱその時間を使って、まあ、僕は、まあ、もう結構1年半ぐらい前かな、まあ、そんぐらいから YouTube やろうと思って始めたんですけど、うん、まあ、でも今年に入ってからはその暇な時間でさえもなるべくね、その自分のリラックスするための時間に使ったりっていう風にちょっと今年はねやってみようっていう感じで、はい、してましたね。まあ、それぐらいやっぱり本業であるラグビーの方で、あの、結果を残したいなっていう風に思ったので、全然そういう深い意味ではないですけどね。なので、まあ、試合に出てからまた YouTube の動画も上げようかなと思ってました。はい、食べました。ごちそうさまでした。まあ、久しぶりに動画アップしたので、またちょくちょくねシーズン中は上げれる時に上げていこうかなと思います。はい、あの、このチャンネルの視聴者の半分以上はね、まだ僕のチャンネル登録をしてくれてないんですよね。あの、今1万人を目標にやってるので、もう少しで1万人だと思うんですけど、で、まあ、1万人とかいったらね、プレゼント企画とかもやろうと思ってます。グッドボタンを押してくれたりコメントしてくれたり、あと、まあ、一番はね、あの、チャンネル登録してくれるっていうのが励みになるっていうか嬉しいので、まだチャンネル登録をしてない方はチャンネル登録してくれたら本当に嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わります。